相方が5秒後に来ます。5、4、3、2、1、よっしゃ、カモン。どうもポリフェノールフェスティバルです。お願いします。こんにちは。こんにちは。ね、はい、いきなりなんですけど、あ、どうした？5秒後に来たやつ。あ、どうした？あ、どうもこんにちは。俺さ、家の近くにさ、パン屋あんねんか。あ、ええやん。でな、なんか休みの日とかめっちゃ行っててんか。はいはいはい。ええとこやからうまいし。おう。でも、なんか先月からさ、そのパン屋の前にな、はいはいはい、なんかおんねんやんか。嫌やな。嫌すぎるやん。めっちゃドアの前に、おう、なんかなんかおんねんやんか。嫌やな。その、なんの特徴もない男が。まあ、どかさんとあかんわな、それは。うん。おう。そいつのせいで俺パン買いに行かれへんねんやん。やろうな、怖いもんな、だって。うん。うん、だから、これどうしたらいいやろうと思って、ちょっと相談やねんけど。あ、どかさんな。うん。あ、一個思いついた、もう。おお、何何。その店員さんが、パーって言って、思いっきらしけんねん。あかん。たぶんあかんと思う。え、でも帰らへん、これ。だって、そいつは何もしてないから。あ、そうかそうか、暴力的なのちょっと。暴力はしたらあかんから。はいはいはい。だから、俺がちょっと考えたのは、おお。4年、5年ぐらい前のギネスブックで殴んねん。はいはいはい、いや、あかんって、だから暴力的やで、ね、だから俺はちょっと暴力的なところに走ってるから。今年のギネスブックで殴ったらちょっと警察沙汰になるから。それは関係ないけど、うん、4、5年前にもなるけど、うん、なるほど、暴力的やから。あ、はいはい、そんなんじゃなくて、あ、OKOKOK、 ごめんついた。なになに。店員さんがバーって言って、うん、その立ってるやつに周りにロケット花火こうやって置いていくに、うん、で、うん、全部置いて、うん、よしっていう、ね、でギリギリやん、ね、あかん。この後もちろん肘つける。スバスバ行くのも分かってる。火花だらけになる。警察だったやから多分あかんか。もうこいつは何もしてへんわけやから、はいはいはい、俺らが暴力をしたらあかんねん。オッケーオッケーオッケー。だから、なんていうの、バーって行ってそいつの目の前立って、親紹介すんねん。いやえな、帰るな。それは親紹介されたら、あ、ここあかんもんってなるもんな、うん、というわけで俺らも帰りますか。どうもありがとうございました。